Web3 もかなりメディアにも出てくるようになりましたけど、これやっぱ成長戦略の一丁目一番地として位置づけているっていうのかな。われわれど真ん中だというふうに思ってますね、やっぱ政策論議するときにも、2週遅れだ、2週遅れですね、まだいい、大体3週遅れだ、4週遅れだみたいな話が出てくるわけですよね、理屈で考えるよりも、まずやってみるっていうことがアップサイドしかないんじゃないかな、岸田さん、本気なんですかね、日本 Web3 やるぞーっていうね、この雰囲気。 もう岸田総理が、やっぱりやるぞって、こう、どうやったらこの規制を緩和し、新しい規制をうまくする。今回ね、本当にそこ大変だった。うん、もうよくぞ聞いてくれたというん、って感じなんですけれども。そうした時に、一番困るのは。ピボットの佐々木紀彦です。本日のエクストリームトークでは、自民党のですね。塩崎昭久議員をお迎えしてですね。 ウェブ3リー政策について、じっくりお伺いしたいというふうに思っております。塩崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願,しお願いします。塩崎さんには以前、はい、あの船橋洋一さんの勉強会で、はい、あのちょっと、あのお会いしたことがあって。お世話になりました。お世話になりました。 塩崎さんって敏腕弁護士としてずっと知られて,られてるってるったじゃないですか今もね法律にかかる仕事されてますけど議員になられて2021年の11月からです、ね、そうですね去年,、はい、去年の秋ですね半年今日過ぎてみて、はい、どうですか議員ってどんな感じですか弁護士とどう違うかとかちょっと伺いたいんですけどあ,、まあ一言で言うとものすごく仕事が面白いなと思ってほ、はいまあ、本当に充実した日々を過ごさせてもらってるんですけどもはい。 弁護士とね何が違うんだってよく聞かれるんですけども結構共通する部分もあって弁護士もいろんな方々の悩みとか課題にどんどん入り込んでいくことができるっていう仕事まあそういった意味では本当に幅広くいろんなものに関心を持って関わることができるそこはあの政治家も結構似てるなと思うんですね。ただ一方で 弁護士だとまああのこううした方がいいいですよっていうアドバイスまではするんですけども最後はやっぱり依頼者だったり当事者の人にまあ判断してもらうってところがあるんですが政治家になるとやっぱりあの何とかすべきだって終わるともうすぐに「じゃあお前がやれよ」と言われてしまいますのでやっぱりあらゆる問題について当事者として行動をするる。 と期待されているまたその責任があるとかちょっと違いますかね。ああそこですね。まあローメーカーと言われるようにやっぱ法律を作っていくい、ね。はい。あの法律がおかしかったらじゃあ変えればいいじゃないかっていうことになってね。今日も実は私が初めて関わった議員立法が一本あの成立したんですけども、<ー>こんなこともやっぱりあの弁護士はねなかなか新しい法律を作るってことはできないわけですけれども、やっぱ政治家として法律を 立すするっっていうそこはやっぱ醍醐味ですよねへなんか政治家っていうと大変そうなイメージしか伝わってこないんですけど、うん、それでも楽しい面白いっておっしゃるのがすごく新鮮で、はい、そこってなんかもっとアピールしていくとななんか政治家になりづらい人増えそうですよねそうですねやっぱり、うん、あの選挙がねすごく大変だとか、うん、そういったところばっかりやっぱりクローズアップされちゃうわけですけども <laughs> ど<す>、ね、<laughs> やっぱりその先に託されるこの責任だったりやれる仕事の幅の広さっていうのは本当にやりがいのある仕事だなっていうふうに 改めてて感じいいまますす、はい、ありがとうございますその中で塩崎さんの経歴とか拝見しても,、うん、もういろんな委員会とか肩書きがいっぱい並んでいらっしゃってこれもあらゆることにかかっていらっしゃるんだなと思うんですけどその中でもやっぱデジタル社会推進本部事務局次長ということで、はいはい、この NFT ホワイトペーパーというのを出されましたけど、うん、これは塩崎さん中心で作ったってことなんですか その時に平井本部長の方から突然ですね「うん、今年は NFT あります」っていうアナウンスメントがあって、うん、でそれで平さんが座長に指名されて、うん、でそうした中で私も前からあの結構 NFT とかには関心持っていろいろ勉強してきたりしたので。 よかっったたたたらおいいいいいさささせせててくくだだだう形でまあ会話させていただくきっかけをいただいたってこととでですすねねそうういここれできるスピードとか NFT とか Web3 って言い始めて自民党が動くのここ結構早かったなとあのいい意味で驚いてはいるんですけどこれなんで今この Web3NFT のところにフォーカスして政策を推進しようとしてるかまず大枠の話から伺って、はい、その後その中でも具体的にどういう政策を変えていくと日本がより Web3 で勝てるのかって、はい、そういう話を伺いたいんですけどまず大枠としてなんで今 Web3?、はい これはですね、まあ、議員の中でも少し議論が昨年ぐらいからあったんですけどもやっぱり海外で非常にこの NFT にまつわるビジネスっていうのがまあ広がって大きくなってきているっていうところから実は知的財産戦略の方でもですねやっぱり伝統的な著作権とか、うん、衣装権とかそういったものを超えてこの NFT を使ったいろいろなこの知財のビジネスっていうものを こんな議論はやっぱり実は始まってたんですね。うん、で同じようにデジタル社会推進本部の方でもこの大きくこの、うん、成長進化を始めたこのデジタル経済圏ってこれ、うん、まあどういうふうに取り扱っていったらいいんだろう党の中でやるとしたら俺たちだなっていうところもあって、うん、それで今回 NFT を切り口に始めてこた。 NFT だけじゃないなというところにいろいろ我々も学びながら気づいていくところがあって NFT ビジネスというものが今こうたまたまねデジタルアートが何十億円で売れましたとかそういったものがトピカルに目立ってますけれどももっとこれは大きな質的な変化が何か起き始めてるんじゃないか。このブロックチェーンを使ったような 大きなこのトーークンエコノミーといわれるそういったものが始まってるんじゃないかそこに日本は置いていかれないか、まあ、こんなことからですねうん、うん、実はあの我々が出した NFT ホワイトペーパーの提言の中身も NFT に限らずこのブロックチェーンをベースとするこのトークンエコノミー全体の,いいあのテーマを持ったようなものになりました。が危機感を強めたのはですね、うん アメリカのバイデン大統領の大統統領領いきなり出るわけですよねでここでアメリカはもうこのデジタル経済圏の次の時代の覇権を手放さないぞっていうことを割とはっきりと宣言をしてでそこに向けてもうオールガバメント政府一体となってさまざまな戦略ペーパーを6か月で出しますと、まあ、こうやってくるわけですよね。それれれが出た時にあこれは負けてらなないな ということとこれはまだ間に合うなっていうことと2つやっぱり僕らやっぱ感じてですねじゃあお急ぎでやろうよということであのホワイトペーパーをまとめさせていただいたっていう感じですねついこういうイシューの時って日本ってすぐ悲観論が出ちゃうんですけどまだ間に合うなと思われたのは何でなんですかいろんなねインターネットの Web2 時代のビジネスって もうガーファムすべて、アメリカに取られちゃってね。はいうん、で、やっぱ政策論議する時にも、二週遅れだ。二週遅れで済めば、まだいいんです、ね。<laughs> 大体三週遅れだ、四 <laughs> 週遅れだ,遅れだみたいな話が出てくるわけですよね。うん、そこに行った時に、実はこの。新しい特区エコノミーの世界については。アメリカもまだ、これから戦略を作るんだ。っていうふうになってる。途中でイギリスもね、参戦してきて。 あのロンドンドを世界のクリプトのク、うん、イギリスもこれからなんだ、うん、ドイツもね税制を変えるドイツもこれからなんだまさにこれからよーいドンで2021年から22年にかけて一斉に走り始めた、うん、まだ1周目が終わってないこのタイミングなんだなっていうところでまだまだいけるぞと思いましたね。さらに言うと日本は結構じゃあ競争を 環境として比較優位なアセットが結構あるんじゃないか。例えばアニメ漫画、ゲームに代表される。この豊富な ip コンテンツですね。これものすごくデジタルに馴染むそういったコンテンツがまずありますね。で、さらに言うとやっぱりあの。 僕76年なんで、もうまさにファミコンとともにこうね育ってきた世代ですけども、あのずっとこの新しい伸びてきたこのゲーム産業を支えてきたようなやっぱりこのデジタル人材、まあプログラミングしたりそういった方々、そういった方もまあいらっしゃいますよね。さらに言うとこのかなり成熟した金融市場がある。えこれもやっぱりこのトークンエコノミーの時代に。 非常にに大事ななインフラになってくるこういったことを考えていくと日本と結構勝負できるんじゃないかということもやっぱり我々の背中を押してくれた要因でありますね。うん、そういう意味では今岸田政権もスタートアップ5か年計画であったり、うん、あと Web3 もかなりメディアにも出てくるようになりましたけど。 これやっぱ成長戦略のもう一丁目一番地として位置づけているというふうに我々はど,ど真ん中だというふうに思ってますね。スタートアップの戦略の中でもこれから成長していくいろいろな産業分野にこう日本としても投資していかなくちゃいけない中でやっぱりこの Web3 の分野っていうのは実はそんなに莫大な予算が必要な成長戦略じゃないんですね。あの他の成長戦略はじゃあ あの何千億円この投資しましょうとか何千億円のファンド作りましょうとかあの巨大な減税しましょうとかそういうまあお話が多いわけなんですけどもこの Web3 の方はどちらかというと規制緩和であったり新しいルールメイキングのところを中心とした成長戦略の政策パッケージになっているのでこれはやらなかったらもったいないよねっていうアップサイドしかないんじゃないかまあそんなふうに思っ ああ予算がいらないという新鮮ですね。確かにいらないそこ大きいですね。まあ、いらないことはい。いらないこと少ないですけれども、やっぱりその巨大な装置産業を作ったり、うん、巨大な補助金を出してっていう発想で育つようなものでは必ずしもないかなとは思っています。 うんその意味で規制を緩和するところと規制を新たに作るところで課題ってまた違うと思うんですけど、はい、そこって日本はこれまで結構苦労してきたところもあるじゃないですか、はい、そこを乗り越えるために大事なこと、うん、例えばあの担当大臣を作るっていうのもやっぱりいろんな横断的なイシューなだけに全体を包還できる人とか母体が必要だってことだと思うんですけど、はい、どうやったらこの規制を緩和し新しい規制をうまく作ることができるんですか、はい、今回ね本当にそこ大変だったんで、うん、もうよくぞ聞いてくれたっていう感じなんですけども。うんえーうん 今回そのどうやって政策提言を作っていったかというともういろんな業界の,このビジネスをやっている方からお話を聞いていくわけですねヒアリングをしていく、まあ、国内でビジネスしている方海外でビジネスしている方いろいろお話を聞いていくと、まあ、いろんな事業の妨げになっているようなポイントがある。例えば規制が 曖昧でですねグレーゾーンが広すぎて、うんえー、この NFT のトレーディングをするものが賭博になるかどうかわかりませんっていう問題であったり、はい、またはそのトークンビジネスをやろうと思ったら監査をしてくれる、ね、監査法人がいないんですっていう問題だったり、うんまあ、いろんな問題が本当に多岐にわたってくる、うん、そうした時に一番困るのは所管官庁がわからないっていう問題なんですね。 あの我々もヒアリングずっとしていく中でいろいろ政策提言最後24に並べてみたんですけどもちょっと待てよこれ誰がやってくれるんだってなった時に一つ一つこの省庁かなと思うところをこう書き出していってみたんですけども本当にたくさんのお役所に関わる政策ばっかりなんですよね。それをじゃやっぱり進めていくためには司令塔が必要だよねっていうところから我々の政治 あの提言の一番最初に出てくるのが政府としての Web3 の、えー、司令塔を作ってくれというところですねでそこがまあコントロールタワーになっていろんな省庁にまたがるまさにその規制の緩和だったり規制を作る方だったりこれ両方やっていかないといけないんですけどもそこをやっぱり進めていくっていうことが大事だと思ってますす担当大臣でできそうですかこれは今岸田総理にね、はい、我々も提言してますので。 まあ参議院選挙後になると思いますけども、うん、新しいこの秋からの政権の中では何らかの構えがやっぱりできてくるんじゃないかなというふうには期待してます。といった Web3 政策、まあ、担当大臣も含めてですけど、うん、そことスタートアップ政策って密接には絡むと思うんですけどまあ別として考えた方がいいんですか一旦は。今それぞれ一応分かれてるんですけども、うん、実は党内でもあのデザインしてる人間相当オーバーラップしたりしてます。うん、ウェブ3政策はあの、うん 多く、まあ、スタートアップと重なるところあるんですけどスタートアップって別に Web3 だけじゃないので、うんはい、いろんなビジネスがありますので、うん、そこはあのオーバーラップあるんですけどもそれぞれ別の政策パッケージとして今回はととししてて打ち出しているかりましたこれで NFT ホワイトペーパーを拝読するともう本当どうこの法律を変えるべきかって、まあ、詳しく書いていってすごく勉強になったんですけど。うん 特に、まあ、全部っていうとちょっと時間がないですので、はい、特にここを変えるべきだっていうところを特に重点的に取り組むべきだと思っているいす、はい、あの一つはですねやっぱ最優先なのは税のところだと思うんですね、はいうん、税ここは本当に大きくてですね、うん、やっぱりあのトークンビジネスをやろうと思った時にトークンを発行します、うんはい、で一部じゃ私が佐々木さんにね、うんえー、100あるうちの10トークンあげました。ま、うん、まだ持ってます、はい、佐々木さんに あの私たちのトークンが取引されるようになって市場価格でね売り買いされるようになったその瞬間に年末になると私が持っている残り90のトークンについて税金がかかってしまうちょっと待ってまだこの90については全然そのリアライズされていない資産なわけですけどもそれだとやっぱりなかなか日本でビジネスすることが難しいよねって。 っていうこのガバナンストークに対する期末の時価評価課税の問題これはもう最優先で取り組ままなないといけないいととけ課題だと思いますねこれもさっきの,あの1週2週3週の問題ですけれども日本って税金を変えるタイミングって1年に1回この秋のまあ税調での議論というのはこれは勝負になるんですけどもこれを逃すと1年後になっちゃうんですよね。 でも一周遅れたらもう世界に置いていかれるんじゃないかっていうさっきの危機感がありますのでもうなんとしてでも今年の秋にこれを一歩前に進めていきたいなというふうに我々としては思ってます。といしては思ってます。典、は、型、あ、的には申告分離課税だと55%になっちゃう、はい、それがやっぱ20%の普通の有価証券の取引に税は2つ問題があるんですさっき申し上げたガバナンストークン発行者に対するの法人に対する課税の問題と、うん。はい もう一つは個人単位で、まあ、そのトークンを持っている人これをトークンを売った時にキャピタルゲインが出ますよね、はい、それに対して何パーセントの税率で課税されるかこの問題もあってですねこれやっぱり2つともとっても大事な問題で日本でこの Web3、まあ、トークンに関するいろんなビジネスが発展していく上では両方欠かせない要素になってくると思いますねその2つを変えれるかかどうかってことこですね。はい 税調とかでどう変えるかってプロセスも普通の人全く知らないと思うんですけどわからないですよね。どうやったら変えそこで通るんですか。はい。あの税調のプロセスっていうのはまあ、うん、いろいろこうバリエーションがあるんですけれども、うん、基本的なその手続き手順としては、うん、まず関係する省庁なりから税制改正についてのこの要望が出て、うん、でそれをこの自民党のこの税調の、うん 中でですね議論をして、はい、そしてそれを改正するべきだまたはするべきじゃないまたは継続検討にしましょうと一定の結論があこの秋ぐらいに出まして、うん、でそれをもとに年末の、まあ、税制改正大綱という政府の今度は文書の中にその結論が入っていって、うん、翌年のお通常国会で税制改正に関する法律案が出てくると。まあこういう 大きなスケジュールになってくるわけですよね。ですから、今年の秋の、えー。税調での議論というのは、まあ、非常に鍵になってくるわけです。うん、ただ。一番、これ、やっぱり、あの。難しいのがですね。はい、まあ、佐々木さんとかはも、ね、はい、毎日。とくんで、遊んでいらっしゃると思いますけども。はい。うん、<laughs> これ。うん、やっぱり、非常に多くの、まあ、国民の方もそうですし、うん、さらに言えば、その。 国会議員の方もですねウェブ3って言われてもなんとなくこのイメージしにくいわけですね、はいうん、トークンって言われてもなんかこうよくわからないなんかトークンっていうと丸いものだと思っちゃうね、うん、えそんな先入観もあったりしますので、うん、そうじゃないんですよとでトークンについてもいろんなバリエーションがあったり、うん、そのブロックチェーンビジネスっていうのは単にビットコインが上がったり下がったりってそういうことじゃないんですよ。こ、うん、こういったことをこう Web3 のいろんな可能性をご理解いただくっていう上でもっともっと我々分かりやすく説明する努力をしなくちゃいけないなと思ってましてま,あまさにこれはね政治家なんかよりもメディアの方とか有識者の方まあビジネスの方なんかの方が得意かもしれませんけどもどうすれば普通のそんなにね トークンとかテックとかに詳しい方じゃない方当たり前にこの Web3 を体感してもらうか理解してもらうかここととっってても大事だと思ってます、うん、そうですよ、ねはいその意味で私意外だったのがこの Web3 にしろスタートアップにしろなんか票が取れそうにない政策じゃないですか、うん、分かりにくいですしそうそうこれをなんか自民党が押し,押し出してるのは新鮮なんですけど。はいうん まあ我々あの別に票と金になる政策ばっかりやってるわけではないよく誤解されるんですけどねあの必ずしもそういうことではなくて例えばねあの児童虐待に関する政策なんかも私やってますけどこれだってよくね他のあの先生方からそんな票にも金にもならないって言われますけどやっぱり必要なもの正しいことをやるチャンスをまあ国政に送り出していただくっていうでは得てるわけでね。だからそういった意味であの 必要ななな政策いいいいうのはややっっぱりやっていかなくちゃけきっとこの Web3 を進めていくという政策はあ振り返ってみたら日本にとって非常に大きな意味があったというふうに思ってもらえるんじゃないか特に僕らの,この子育て世代っていうのはやっぱりバブルが崩壊した後の日本の中でずっと日本はこう失われた10年20年30年とこう言われながらその時代生きてきたのでやっぱり。 もっと、ね、明るい希望が持てる日本の姿を描きたいわけですよねそういった時にやっぱりこの Web3 って新しいこのルールがリセットされるこのチャン,チャンスをね逃しちゃいけないなと思いますよねそうですよねそれで先ほどの税金の話本当に同意するんですけど、うん、そこが一番最重要として他にこれも組み合わせると強いっていうのはどういう政策ですか、うん、あのももうう一つはですすねや、はい、やっっっっぱぱりりこここのの取引の安全ててていごく大事だと思ってまして、はい 規制を緩和するだけで本当にいいのかっていうとやっぱり詐欺であるとか、はい、いい加減なこのプロジェクトって非常にたくさんあるわけですよね。うん、でそういったものがまた横行している無法地帯のまんまだとやっぱり普通の人にとっては非常に敷居の高い危険なビジネスだと思われてしまうし、うん、あそんな産業を本当に応援していいんだろうかっていうふうにもまたなっちゃうわけですね。うんうん、ですから 一定のこの透明性、そして取引についての利用者保護、え、うん、こういったものをルール化していくっていうこともとても大事になってくるんじゃないかなと思います。これ例えばあのセキュリティートークンとかね、はい、えー、いろんなタイプのトークンこう出てくるんですけどもやっぱりそのリスクの度合いに応じて、うんえー、一定のこの説明 のまあハードルであるとか発行についての要件であるとか、うん、こういったものをきちっと化していくそういったことが安心につながって、うんえー、長い目で見ればマーケットを育てていくことにつながっていくんじゃないかなというふうに思いますよね。うん、そこ思いますよね。というでうすね。私も一番最初に <laughs> あのメタマスクにイーサリウムを入れてですね「はいうん、あやったこれでなんかトークンゲームができるぞ」って。うん 思って次の瞬間にあのトークンを送金したら偽サイトでですね<ー>もう一瞬でメタマスク空になってましたからね<う>あこんなことはやっぱりまだまだあるんだっていうことも含めてねやっぱり、うん、まあそういったこともいろいろかすり傷を負いながら経験をしていく中でまあこう。 慣れて、ね、あの学んでいくわけですけどもそういったあの一定の監視であったり規制やっぱりルールは必要だと思いますしね今回あのマネオンに使われるんじゃないかとか、はい、経済制裁逃れに使われるんじゃないかそんなところもやっぱりちゃんと手当てしていかなくちゃいけないなというふうに思ってます。うんうん ルール化すごく大事だと思うんですけどまあ Web3 ってそもそもグローバル化してるじゃないですか、うん、日本っていう中だけでそういうルール化が作れるのかとかそこってどうですか抜け穴がいっぱいできるんじゃないかな日本でできる部分とやっぱり国際協調が必要な部分、うん、で両方ありますよね、うん、例えばそのマネロンであるとか、うんえー、経済制裁こういったものはやっぱり国際協調が必要になってくると思います、うん、あのアメリカの大統領令の中でもまさに、うん、同志国と 連帯して、こういったものについて協議していこうという形になってますね。まあ、そういった国際的な枠組みでやっていくものって当然あると思います。一方で、やっぱり、じゃ、日本の利用者の保護であるとか、そういったものについては。日本で規制をしていくことになると思いますし。今回の、あの。国会でですね。あの、一つ通った法案で、資金決済法の改正がありまして。これは、あの、ステーブルコイン。 をまあ日本円に紐づ付いた形で価格が安定したトークンであるステーブルコインを発行できるためのまあ新しい法律なんですけどもこういったものはやっぱり日本に特有のやっぱりこうえ安全なそういう取引を可能にする法律なわけですよね。こういいったものはどどんどん進めていくべきだ うんうん、この法律はね非常に注目で世界に先駆けて日本としてやっぱりここはあの今ね寺が暴落したとかビットコインが落語下しているとかいろいろある中でこの決済手段としての,そのトークンというもののまあ道をねもっとこう広げていくっていう意味では非常に大事な一手を日本はこう 一歩先んじて動いたなというふうに思いますね。えー、ああ、その割にあんまり報じられてないんですね。まあちょっと詳しい人じゃないとわかりにくいところはあるんですけれども、うんうん、これからじわじわ出てくると思いますよ。横断的だと思うんですけど、そういう法律ってどこか所管で作っていくんですか？金融庁とかが中心なんです、ね。今回の資金決済法については金融庁ですね。うん、はい。そういうところのプロもどんどん出でき,でき出てきてるんですね、はい。そうですね。実はだから。 あの霞が関の中でもこの Web3 であるとかトークン関係にあの比較的詳しい官僚の方って結構じわじわ増えてきてたりしてあとデジ帳ができましたのでデジ帳にはねやっぱそういう非常に詳しい方々がいますのでもちろんあのまだまだ少数派ですけども制作作りができるユニットっていうのをこう各省でこれからだんだん増やしていくってことが大事で。 まあ NFT ファイトペーパーがその一つのきっかけになるといいなっていうふうには思ってますけどなわかりましたありがとうございますそしたら税金ですよね安全性他ありますかまああとはやっぱりこの大きな司令塔ですねこのあのお祭りもやっぱり大事だと思うんですねだから日本 Web3 やるぞっていうねこの雰囲気もう岸田総理がやっぱりやるぞってこうあのギルドホールでのロンドンでのスピーチでやっぱりおっしゃって骨太にも入って じゃあぜひ政府としての担当大臣を置いていただいて日本で大きなカンファレンスを開いていただいて、うん、でこのやるぞ「やるぞやるぞやるぞ」っていうメッセージを何度も日本国内に向けてそして世界に向けて発信し続けるこれがやっぱりこの機運をね、えー、作っていくことになりますしそうすると人と情報がやっぱ日本に集まってくるようになるんじゃないかそこから新しいビジネスが始まってくるんじゃないかなと思ったりしますね。うん、うん